はい、どうも、じゅんです。はい、今回は前回の動画の続きになります。前回はね、調理器具いくつかね、ご紹介させていただきましたが、今回はこのテーブルクッカーのお鍋を使ってセブンイレブンの天ぷら鍋焼きうどんを作ります。なぜかっていうと、まあ皆さんご存知の方多いと思うんですけど、これね、 IH 調理器も OK って書いてあるじゃないですか。 IH 調理器 OK って。で、このアイリスのも、あとうちの自宅にもある普通のテーブル用の IH、 あのパナソニックのやつかな、でも試したんですけど、やっぱこれ反応しないんですよね。鍋のサイズのせいなのかな、わかんないんですけど、全然使えなかったんですよ、やっぱり。なんでしょうがないから、毎回このテーブルクッカーを使って温めてます。本当はね、これが使えれば一番いいんですけど、あとこれ対応の鍋とかフライパン1個積んでおけば、まあ問題解決なんですけどね。あの鍋ってかさばるんで、本当はティファールの鍋かなんかね、積んどきゃいいんでしょうけど、じゃあね、めんどくさがりなんでやってないんですよ。まあテーブルクッカーがあればいいかなと。ただテーブルクッカーは IH じゃないので、若干あの温まるのに時間がかかります。早速調理をしていきたいなと思います。調理って言っても温めるだけだけど。で、車内でやっぱこういうのをやるとね、匂いがつくんですよ。そういうのが嫌だって方はね、やめた方がいいかもしれないですね。で、ここね、天板をあのコンパネかなんか木張って、修正材でも何でもいいんですけど、パイン材でもね、張ってちゃんとテーブルにしてる方も多いんですけど、そうやった方がいいかもしれないですね。結構不安定なんですよ。もう俺めんどくさいんでやっちゃうけど、まあまあ、で、電源もこうやって延長コードで、もう今ね 100V オンにしてますんで、使えます状態にしてあって、これでやりたいなと思います。1500ワットまで OK なんで、マルチクッカーはね、あんま電気食わないんですよ。これ630ワットしか食わないんで、全然余裕ですよ。別に電子レンジも使えますけどね。これね、鍋焼きうどんって、このなんつうの、中にこのつゆと七味が入ってるんですよね。これいつもね、間違えてそのまま茹でちゃうことある。で、水の量が分かんなくなっちゃうんで、とりあえず一回このアルミの方に水をね、入れるんですよ。つゆと水、あんまりね、こんな動画見てても多分面白くないと思いますけどね。アウトアンダー PHEV でもこんなのができますよっていうのをちょっとね、お見せしたかっただけです。まあ、流し見してください。線までお水をちゃんと入れて、あれ、箸がない。箸、よし、お箸もね、前箸を積んであればいいんですけど、今日積んでないんですよね。あの包丁セットとかもね、積んでるときは積んでるんですけど、今日はね、本当に最低限仕様です。で、これも洗ってあるやつで、これに入れるわけですよ。ドバドバッとね。はい、こんな感じでね、とりあえず入れました。もうこれ温めるだけですよ。ただちょっとね、いつも味が濃いんで、自分薄めにしてます。おつゆ多めにして、で、あとでお米入れても OK なようにしてます。はい、これで置いて、スイッチオン。鍋物でいきます。はい、これでちょっと分かりますかね。ね、鍋物を押しても電源オンになって、で、見えるか分かんないけど、 PHEV モニター、今ね、あのファントムのバッテリーも充電してるんですけど、消費が3ワットになってますね。3ワット、3アンペアか、3アンペアの消費電流になって、今エアコンとかね、止めてます。シートヒーターもね、オフになってますね。暑いんですよ、暖房つけちゃうと。ただね、意外とね、電気食わないでしょ、これね。ただ630ワット食うんで、これプラスティファールとかダメですけど、まあこれでちょっと待ちたいなと思います。はい、ということで、やっとね、煮えました。10分ぐらいかかったかな、やっぱこれだと。IH じゃないとね、時間かかってしょうがないですね。これね、木を、なんていうの、やっぱやっとかないと、これ直接、あの、熱いまま乗っけると、これ溶けちゃうね、これね。それがちょっと微妙ですね。ということで、できましたので、いただきたいなと思います。こんな感じですよ。
もう電源切っちゃったからあれだけど、まあまあいいでしょう。これにご飯入れたらうまそうでしょ、わかんないけど。ということで今日はね、ただ単にこういった車の中でもね、匂いさえ気にならなければ調理できますよっていうね、動画をちょっと上げさせていただきました。こんな感じでアウトランダー PHEV 関係のお話だったりですとか、ドローン関係の話も最近よくやっておりますし、パソコン関係、カメラ関係もためにやっておりますから、もしよろしければいいなと思いましたら、どうかこの辺からね、この辺かな、チャンネル登録していただければありがたく思います。またね、他の動画もぜひ見ていただいて、いいなと思いましたらグッドボタンも押していただけるとありがたく思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。